皆さん、こんにちは。リコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。トピックスは5つです。1つ目がアパートメント B について、2つ目が BMSG リリース情報、3つ目、BMSG ニュース、4つ目、BMSG スケジュール6月6日から13日分、5つ目、BMSG アーティスト出演予定ライブ情報のまとめです。 この動画は B ファーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。B ファーストやマーゼルのスケジュールも随時配信中ですので概要欄にリンクを貼っておきます。ということなんですが今日は一つ目にアパートメント B のお話をさせていただきたいと思っていましてこちらの中ではジュノンのお話を中心にしていきたいと思います。 はい。では、まず一つ目、アパートメント B についてのお話をさせていただきたいと思いますが、いや、もう本当に毎週アパートメント B 見るたびに最高すぎて、本当にテンションが上がりますね。先週に引き続き、エンドリー・ケリーさんが出演されていて、今週は即興のセッションも行われたりしていて、本当に出演者の皆さんがそれぞれ自由に 音楽に身を任せて遊んでいるという姿がとっても素敵でした。エンドリケリーさんの音楽性にも本当に魅了されてしまいましたので、私もちょっと今後エンドリケリーさんの音楽を聴いてみたいなというふうにとても今思っているところです。そんなアパートメント B の大人気企画、ジュノンのバルコニー企画なんですけれども、そちらから昨日動画が公開されましたね。 フレーバーオブライフアパートメントバルコニーバージョンということでこちらが YouTube で公開されています。いや、改めてこの楽曲だけが切り取られたものを YouTube でじっくり見ていると本当に涙が出てきますね。ものすごく美しいジュノンの歌声。しかもそれが肩に力が入っていなくてものすごく自然体でそんなジュノンから発せられる歌声の美しさに本当に魅了されています。 そんなフレーバーオブライフの YouTube での動画なんですけれども私がこれを撮影している今6月6日の11時30分なんですけれどもその時点で人気急上昇中の音楽第26位にランクインしていますこのアパートメント B からは先日ブンブンバックのパフォーマンス映像も公開されていてそちらも本当に素敵だったんですけれどもこのフレーバーオブライフの動画についてはまた別の意味でとても大切な 楽曲になっているんではないかなというふうに思いまして、やはり宇多田ヒカルさんのフレーバーオブライフという楽曲を歌っているということもあって、より幅広い方に届く可能性のある楽曲なんではないかということで、現在ベスティーさんたちの間でも大変盛り上がっているところですけれども、本当にこの楽曲をきっかけにして、このアパートメント B という番組、B ファーストのこと、ジュノンのことを興味を持ってくださる方が、 きっと増えるに違いないと思いまして、個人的にはこの素敵すぎるジュノンの歌声が全世界の方々に届いてほしいなと願っているところです。そんなジュノンのバルコニー企画なんですけれども、なんと来週また新作が披露されるようですね。こちらもちらっと放送されていましたけど、その部分を見るだけで本当にもうまた楽しみで仕方ありません。 今まではお昼の映像だったと思うんですけれども今回はちょっと夕方といいますか少し薄暗くなってきているような時間帯に歌ってくれているようですねなんと BE:FIRST のソフトリーをジュノンが一人で披露してくれるようで今回の放送の一番最後の部分にちらっとその映像も映っていますのでまだご覧になっていない方はぜひぜひご覧になってみてください はい。ということで、本当にこのアパートメント B という番組、私も大好きで、毎週とっても楽しみにしているんですけれども、今後もまたいろんなセッションが生まれていくんだろうなと、とても楽しみにしています。はい。では続きまして、二つ目、BMSG リリース情報をお届けします。今週新しい情報としては二つですね。一つ目、6月2日、マーゼルのカウンターアタックが ギリラリリースされましたね。こちらも本当に攻め攻めのめちゃくちゃかっこいい楽曲になっていますね。そして7月3日にはアイルザ・ショタさんの新曲踊りませんかがリリースされるということも発表されました。こちらは現在、ショートサイズはすでに配信されています。私もそのショートサイズを聞いてみたんですけれども、 音楽に全く詳しくない私の感覚からというお話にはなってしまうんですけれども、個人的には、あ、さすが J-POP スター、アイルザ・ショータという感じがしました。私の中にある J-POP というイメージに今回の楽曲がすごく合っている気がして、さらに TikTok で聞いたので、あ、TikTok にもすごく合う楽曲だなという感じがしましたので、この楽曲がまた TikTok で流行るんではないかなととても楽しみにしています。 ちなみに TikTok といえば、ここ数週にわたってスノークさんとアイルズ翔太さんの楽曲バブルがチャートインしているというお話を連続でさせていただいているんですけれども、今週もこのバブルはビルボードの TikTok チャートで第6位にランクインしています。はい、では続きまして BMSG ニュースをお届けします。 まずは、ノベルコアくんのヒーローツアー2024公式グッズが現在数量限定で販売中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。そして、レイちゃんの話題に行きたいと思います。レイちゃんファンクラブ名とファンネームが決定したということで、レイコファーストファンミーティングの中で発表されたようですけれども、こちら公式に SNS でも公表されましたので、お知らせさせていただきます。 まず、ファンクラブの名前が R&Me ということで、レイこと私という意味になるんでしょうかめちゃくちゃ素敵ですね。そして、ファンネームがレイズということで、個人的にはこのファンネームめちゃくちゃ大好きなんですね。この名前の由来を私はまだ正式に聞いていないので、想像にはなってしまうんですけれども、やっぱりこの文字を見たときに、 マーゼルのファンネームミューズと ZE が一緒というところですごくこのマーゼルとレイコのつながりをこのファンネームの中に見た気がして個人的に初見でこのレイズという文字を見た時にとっても感動しましたこれからレイちゃんとレイズの皆さんが作っていく世界が本当に楽しみですね そんなレイコのソーグッドなんですけれども、JWAVE6 月のソナートラックスに選出されています。はい。そして先週の出演情報などをお届けしますが、まずは雑誌ロッキンオンジャパン7月号、こちらにジャパンジャム2024の写真とレポートが掲載されています。ジャパンジャムには b ー f ァ r s t とノベルコア君が出演していましたね。 そして、ラジオの情報なんですが、6月5日、FM802、イブニングタップ、アイルザ・ショータ20時代にインタビュー出演です。そして、5月31日、JWAVE などで放送されました、ミュージックブルーム、トーフビーツさんとアイルザ・ショータさんの対談第3弾が放送されています。 同じく5月31日、クロス FM にて放送されました、ミッシュマッシュフライデー金妻マ。こちら、17時代、レイコ、コメント出演しています。はい。では続きまして、BMSG スケジュールをお届けします。本日、6月6日木曜日は、ついに、レイコの冠ラジオ番組がスタートします。23時から、インター FM にて、レイコ、ソーファー、ソーグッド、 こちらの放送がスタートでですす楽しみですねそしてこれはタイミングがいつかというのはちょっとわからないんですが YouTube にてアフタートークも配信されるということですのでこちらも楽しみにしたいと思いますそして本日23時59分でチケット締め切りとなりますのがアイル・ザ・ショータ・マーゼル出演の XD ワールドミュージックフェスティバル早割り先着先行が締め切りです 6月7日金曜日、18時 q j ウェブにて QJ カメラ部類待機可能の連載が更新されます。23時59分でチケット締め切りとなりますのがスカイハイツアー2024新潟公演分です。25時30分からは j ウェブにてターニングバック今週も先週に引き続きゲストは竹井壮さんです。いや、先週の話もめちゃくちゃ面白かったですね。 前回のケレンビの津田谷光一さんの時にもすごく感じたんですけれども有名になってメディアに出演されたりする方々というのは本当に子供の頃からものすごく探求心だったり好奇心だったりその物事に対する適性と好奇心が本当にすごいなということを今回の竹井壮さんのトークでも感じさせられました今週のお話もとても楽しみです はい。そして6月8日土曜日、午前6時からチケットの申し込みがスタートしますのが、日比谷音楽祭2024、当日抽選分の受付が6時からスタートします。受付は15時15分までとなっています。こちら確か到落発表が17時頃だったと思いますので、 登録発表されてからすぐに現地に行くことができる方、限定にはなってしまうかと思いますけれども、当日の抽選が受付となりますので、お知らせしておきます。そして、午前10時からチケット発売となりますのが、ノベルコア出演、ジョインアライブ2024、こちらが一般発売となります。17時に会場となりますのが、スカイハイツアー2024、新潟テルサ公園です。 今回のオープニングアクトはカノンくんです。18時45分から日比谷音楽祭2024日比谷ドリームセッション1が日比谷公園大音楽堂ヤオンで開催されます。こちらにアイルザ翔太さんも出演ということで、豪華出演者の皆さんとのセッション、本当に楽しみですね。この様子、実は UNEXT でオンライン配信もあるということです。 配信のタイムテーブルを見たところ、19時15分からこの日比谷ドリームセッション1の配信があるというふうに書いてありました。ただしこちらは UNEXT の有料会員の登録が必要ということです。今までに利用されたことのない方は初月無料のプランもあるようです。23時からは JWAVE にてスカイハイさんの d i v ト to the ー e w ーーです。今週のゲストは JO1 の川尻蓮さんということで、 いやあ、どんなお話が聞けるのか本当に楽しみですね。先日は INI から高塚弘むさんや松田人さんも出演されていましたよね。そして最近はこうやって直接的に JO1 のメンバーの方々と BMSG のアーティストたちが交流をするという場面がすごく多いなというふうに感じていて、先月のミリオンビリオンの大平翔成さんとマナとの対談もそうですし、 ラビットでは河野純喜さんとレオが一緒に出演していたりということもありますので、こうやって直接的に交流する姿を見られるというのが本当に嬉しいなというふうに思いますし、スカイハイさんのラジオ番組に出演するということは、ダンクの第3弾も控えていることですし、もしかしたらまた何かあるのかなといった期待も膨らんでくるところでもありますね。 はい。そして6月9日日曜日、23時59分でチケット締め切りとなりますのが、ノベルコア出演、スイートラブシャワー2024、ローチケ先行分です。もう一つ、ザ・ミュージックエスト2024、オフィシャル4次先行分。こちらもノベルコア出演です。 そして24時から FM802 でスカイハイさんのダイブトゥーザニュー n ールドこちらも同じ放送となりますのでゲストは JO1 川尻蓮さんです。6月11日火曜日21時からはブロック FM にてアイルザショータプレゼンツ e I のステーションです。23時59分でチケット締め切りとなりますのがビートアックスボリューム4プレイガイド先行分です。BMSG ポッセの出演です。 6月12日水曜日、20時台 FM802 イブニングタップ、アイルザショータインタビューオンエアです。24時58分まで TVer にて配信終了となりますのがアパートメント B 第6話、エンドリー・ケリーさんとのセッションとっても素敵でしたね。スカイハイさんとマーゼルからラン君海カイリュウくんが出演していました。 そして24時59分から日本テレビ長崎国際テレビにてアパートメント B の第7話が放送されます。先ほど少しお話ししました通り、今回トーク部分での出演者はまだわかりませんが、バルコニーでジュノンがソフトリーを歌う姿が放送されるのではないかと思います。放送終了後、TVer での配信がスタートします。 25時29分からは、Hulu にて、アパートメント日 Hulu 特別版の最新話が公開されます。6月13日木曜日、午前6時30分ごろ、東京 f m ワンモーニング、レイココメント出演です。そして23時からは、インター FM にて、レイコソーファーソーグッドの2回目が放送されます。はい、今週のスケジュールは以上です。 最後に BMSG アーティスト出演予定ライブ情報のまとめをお届けします。今週新着情報は一つです。真ん中のあたり、6月24日月曜日、ライブトゥー the New World の公開収録の情報が発表されています。今回ゲストはノベルコア、アイルザ・ショータということで、おそらく BMSG ポッセの話が中心になってくるのかなと、とても楽しみにしています。 場所はシックスウェイク六本木で開催されます。現在申し込み受付中で6月16日が締め切りとなっておりますのでご希望の方はお忘れなくお手続きください。詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。2ページ目に行きます。こちら新着情報はありませんが、 サマーソニックの東京なんですけれども、こちらチケットが完売となっておりますのでお知らせいたします。サマーソニックに関しては公式リセールも毎年開催されていますので、今年もおそらくあると思います。またリセールの情報などが出ましたらお知らせさせていただきます。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。